ャンネルのオーナーアイです。本日の動画のテーマは、はい、インスタグラムで先日投稿させていただいたシスターアンのアイライナー型のアイシャドウのご紹介と、あと今日も使わせていただいてるんですけど、トーンですね、アイシャドウのベースで今日は使っているんですが、今日はトーンとシスターアンだけでメイクをしたので、この2つの商品のご紹介ができればと思っております。シスターアンに関してはこのリキッドアイライナーですね、先端こんな感じです。このリキッドアイライナーのブラック使ってるんですけど、この目尻の先まで夜までこのままで入れます。落ちないです。直すこととか時間がなくてお仕事中とかだとできないと思うんですけど、このアイライナーはびっくりします。一度使われたことない方は使ってみていただきたいです。こちらはもう在庫も頼んでいて今届くの待っているんですけど、びっくりしました。今までいろいろなアイライナーを使ってきたんですが、そんなに高いデパコスはアイライナーは使っていなかったんですけど、消耗品かなと思っていて、でも今まで試した中では今ね、価格がだいたい1250円ぐらいで買ったと思うんですけど、もう1250円と思えないぐらい、1日ずっとこの目尻から目の最初から最後までが1日取れないので驚きです。こちらのアイライナーもおすすめです。おまけみたいになっちゃったんですけど、特に おすすめですね。で、次シスターアン、じゃあ3色ですね。私は4番5番11番を購入しました。で、どう使っているのかっていうところなんですが、合わせてトーンもご案内いたしますね。トーンに関しては今日はこの赤い色を使っています。今日はお洋服を赤くしようって思っていたので、リップもちょっと合わせてみたんですけど、なのでメイクもアイシャドウの色を赤にしました。これ赤なんですけど、わかりますかね、こうボルドーみたいなお色味になっていて、こんなテクスチャーです。で、こちらを手に取って、でアイホール全体にのせます。この状態です。で、そこから上と下、はい、で、この赤色のトーンを、これ上をイメージしてください。上ですね。で、今度下の、私は鼻筋の方に向かってこういう形でこうくの字に入れています。トーンをここ目です。で、その、今度この残ってる、こっちの目尻の方ですね。そこに、この、5番。こんな、繰り出せるようになっているので、あんまり出すと折れちゃうんですけど、そこを下のところに、こんな発色です。これも最初はこうやって伸ばせるんですけど、密着するので夜までよれません。よれないし取れないアイライナーです。今ここの部分ですね、ここに入れました。で、11番ですねが、この上のホールのところに乗せてるんですけど、ここですね、目の一番近いところにすごく色がはっきりしてます。で、目尻の方までシュッてできます。なのでここの部分ですね、こうこういうラインが引けるのって珍しいですよね、アイシャドウで。こっちも入れてるんですけど、あ、ちょっと今日ここシール貼ってます。あの前にあげたほくろの動画でちょっとあの肌がまだへこんでいたので、シールを再開最近したんです。ここの部分ですね。で、あともう一色4番
これはラメタイプになっていて、このここのところのぼやかしとか、ここの下のところに入れたので、今ここ入れました。わかりますかね、ここのところ。なのでここのちょうどここのところとこの間のところにこれを入れると結構わかりやすいですよね。涙袋メイクを白でするの昔流行ってたと思うんですけど、白でするとちょっと昔のギャルみたいになっちゃうかなと思っていて、私今なんですけど、なのでなるべく鼻なじみがいい色と、あとちょっとこれもで、ここもこうぼかすことができるので、最初はでこれは密着するので途中からできなくなるんですよね。すごい。でこれも蓋が開いてるともう使えなくなっちゃうので、そしたら先端を切るとまた使えるようになるので、これは柔らかくて乾燥するともうあの底の部分は使えないっていう不思議なアイライナーになっています。なので必ず蓋をすることと、あと最初は触れるんですけど、もう固定すると取れないというふうに覚えておいていただけると、うん、いいですね。はい、なのでこれが上下に今入っている状況なんですけど、手でやるとまたちょっと色味が違いますけど、こんな今日はメイクにしました。もうこの取れなさとよれなさはぜひ体感していただきたくて、1本だいたい1200円ぐらいで、楽天さんでも売っていますし、メルカリさんでも売られてますし、正規店の公式ホームページでも売られています。はい、こちらのトーンもですね、コスメキッチンなどでも売られていますし、公式ホームページでも売られています。で特にこのオレンジ、今人気色で新色になるんですけど、使いやすさはオレンジが一番です。でこちらがピンクベージュなんですけど、これはもう塗ってるのか塗ってないのかわからないぐらいナチュラルなので、このあたりのハイライトとかでも使ってることが多いですね。あんまりアイホールに塗るとわかりづらくて、すごくナチュラルなメイクの日はいいと思うんですけど、使いやすいのはこの2色私は使っています。特にオレンジはどんな時でも結構浮くことがないですね。ということで本日は初めてのメイク動画ですね、どんな風にメイクしているのかっていう方法、商品の紹介をさせていただいたんですけど、これは PR ではないので、ぜひお仕事ご依頼いただければ紹介させていただきたいのでお願いしたいんですけど、はい、もし PR の時は PR って分かりやすくして、 PR でいただいたものですが自分で使ってすごく気に入ってますとか、そのように伝えていければなと思っているので、ちょっと PR か PR じゃないかっていうものはしっかり区別、分かりやすくお伝えができればって思っている動画クリエイターになってますね、私は。はい、本日の動画ですね、メイクの、シスターアンとトーンの紹介で、シスターアンに関しては、アイライナー型のアイシャドウと、リキッドアイライナーのブラック、すごくおすすめです。トーンは、オレンジとレッドのお色味おすすめです。ぜひ一度気になった方は。でトーンに関してもここのホールの部分取れません。ちょっと紹介遅れちゃいました。なのでもうアイシャドウベースとしてはもうすっごく優秀ですね。なので色味系のメイクが苦手じゃない方は、トーンのこのリキッドアイシャドウ一度使ってみてください。長持ちします。もう赤色に関しては2年ぐらい使ってるんですけど、全然使わないのでなくなってません。こちらの動画ですね、いいなって思っていただけた方はグッドボタンを、こちらのチャンネル、また今後もシスターアンの今度はリップですね、新しく出た、リップのご紹介と、あとマスカラも今注文してるので、そちらのご紹介も第2弾させていただく予定です。また覗いていただける方はぜひチャンネル登録お願いします。右下に出てくるのでお願いします。Twitter、Instagram も行っておりますので、そちらもぜひご登録をポチッとお願いします。貴重なお時間をいただきまして、iチャンネルのモノアイの動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。またお会いできる日を心より楽しみにしております。